動画を楽しみのところ、ちょっと失礼します。生態に1堂では共に働く仲間を募集しております。詳しくは概要欄に貼ってあるスタッフ募集動画をご覧ください。こんにちは、あるいはこんばんは、生態に1堂です。はい、ということで5月の講習会の編集してて分かっちゃった。でね、なんで分かったかっていうと、ちょっと高弘ちゃん。はい。高弘って、ちょっと耳が起きてんだよ。はいはいはい。だから、え？なんでですか？ここ好き？じゃあ、娘もです。これ。これは寝かせることできるんだけど、手術。うん、まあ、そんなのどうでもよくて。これがちょっと起きてるから分かったの。あ、俺の勝ち。そう。で、ゴー君がちょっと下手だったから分かった。セットするときに耳をこうやって潰してたの。こうやって。俺絶対潰さないじゃん。ああ、でもそうですね。潰されてるのは気づいてます。そう、そうそうそう。それを今、ちょうどそのシーンの音入れしてたんや。で、そのテロップ、カットするテロップ入れる、音入れるのとこで、ちょうど今、音入れで、あ、この違和感の正体これやんと思って、ちょっと高いと寝てください。練習の時に、ここを潰してるとダメって、それを踏まえて俺はいつもそこやってないから、何が違うのかなと思って、ちょっとじゃあ下の方から。ゴー君が、こう、こう潰してこう言ってたんよ。で、これをここで耳の下に入れて、このあれ何が違うんだ。こう、これ潰れてない。潰れてないね。上に乗ってんだ。ウォー君こう畳んじゃってたんだよ。こうウォー君はこう畳んでた。ああ、なるほど。こう畳んでた。で、俺もこうもちろん伸びはするんだけど。こうセットの位置をこう持ってきたら、こういう状態で、こう。これちょっと反対が取るんで、あとで。で、ゴー君がこう。完全に潰してる。そうそうそう。俺この下から避けて、回してる。これが、多分違いだったんだ。そのちょっとの位置の違い、このちょっとの角度の違いで、ここに乗せるか乗せないかの、こうやってスライドして乗せてる。じゃあちょっとこう組んでみて。で、これをお前はこうしてたの。高橋こっちから見る。カメラに入りたいじゃん。そうっす。で、これがこうしてた。はい。なんなのこいつ。肩とか取れないよ、もう。あ、取れないでしょ。もう自動で行ってしまいました。こうじゃなくて、だからこれが高いと潰すんだろうね。あとこうめくってからセットしてない。そうするとこう潰れちゃうんだと思って。で、こうちょっと避けてない、こうやって。うっせえわ。そこの違いだと思うんだよね、微妙な。こういう、こうじゃなくて、こう、耳、もうなっちゃって、これ耳がそのまま起きてるでしょ。何なのググっと音。今首鳴ってないよ。なあ、グー言ってましょ。え、なんか、ポイがね、どうした？こうでね、こう、この、さっき説明したんだけど、奥襟をつかむじゃん、こうやって。で、人を転ばそうとしたときに、ね、みんなこっからこうやってんだよ、こうやって。なんか変なとこなった。折っちゃった。すみませんでした。暴行現場です。なんか、この後ろにこうやって回せてねえんだよ、こうやって。この下の手が。これが下手のイメージから、後ろにさ、回せてなくて。これ抵抗できない位置に持ってこられちゃうと、簡単にこう、要は視点ができると人って簡単に転げちゃうんだよね。その首の位置も一緒なんよ。それが下にこう入り込む。その回す回すしか考えないよ。あれがこう、スルリとこう奥にこう入り込む感じになってないんだよね。で、それをこう寄せて、ストッと入るの。これだと思う。セットの練習のするときに耳潰してると。だから俺さ、自分がピアスしてるときに、で、ピアスしてる患者さんいっぱいいるじゃん、もちろん。痛いって言われたことないよ。こっちはピアスだらけの人でも。だからそこが避けてんだよ、俺。
で、それが下にスッと入り込んで、さっきみたいな足がスッと入るみたいな感じ。これで踏まえて、あの、ひねる練習すれば、ちょっとそのスムーズさ変わると思うんだよ。ちょっとやってみます。なんかね、俺はやりますけど、みたいな空気一人出しましたよ。そうなんですか？うん。で、あの、耳を潰さない。潰さずスッとこう奥に入る。奥に入ってたでしょ、なんか。うん。あの感触。こら。奥襟をつかむ。そうなんだよ。だからこうやって、真横からこうやって、こかそうとしてる感じだったの。入り込んで、くって入るようなのが、これがしたかった。入り込む。この視点を取れれば、スコンって。わかりやすいね。はい。これはいただいちゃったんじゃないですか。なんですか、質問があれば。手、結構耳の裏に当てるって感じですよ。でも、なんかね、首をグッと掴むのかなと思って。こうね、こういう風に畳んじゃってるんだよ、この回す時に。で、これ避けてんだよね、最初からこう。はい、この避けがない。うんうん、ここの位置が、取る位置がちょっと違くて、入り方と入れ方がちょっと違う。で、その、後頭部をすりながら持ってけっていうじゃん。あの時って、この、ここを吸って、ここは吸ってないんだよ。うん、だここが浮いてんだよ。浮いた状態になってっから耳触んないんだよ。もう一回ちょっとやってみてください。セット。はい、これを、この、こうやって吸、ね、ちょっとこれ今耳潰しちゃうけど、こうすりながら持ってきたいんですよ、うん。これを、運んで、この骨のくぼみとここの骨でロックするわけ。はい。顎こう。こう。当たらない。当たってない。しっかりこの、これがゴトゴトですよ。こう。なるほどね。こうやって、まあ、もう、シュッ。もう入りそうなポジション持ってたでしょ。うん、このスーのペースで、スムーズにそのうち持ってこれたら、その最中になり始めちゃう。うん、あの、一回、最後の、はい、もちろんあれ、お前もう行っちゃえやとか言ってたよ。うん、あんな感じになるよ。うん、それがこれだね。この下手の。はい、以上です。ちょっと踏まえて練習してください。ということで、ご視聴ありがとうございました。